箱根シダは、シダ植物門、蓬来シダか蓬来シダ族に含まれるシダ植物である。観葉植物として栽培される、蓬来シダに似て、丸い小葉を多数つける。日本に分布。山間の崖に生える。根茎は短く、横に葉うか斜めに立ち、多数の葉をつける。根茎の表面には、黒か四色の毛が密生する。葉は、 全体の長さが20から40センチメートル程度になり、その半分か、それよりやや短い傭兵がある。傭兵は基部に鱗片があるがそれより上は、無毛で、黒っぽい褐色で、艶があり、硬い。傭身はよく育つと三回以上服用に分かれ、枝先にはすべてほとんど、同じ大きさの小葉がつく。小葉は東卵型で、やや三角がかる。基部側の両側面は平滑で、 先端側の曲線には、虚子が入る。端質は、厚くないが硬く、表面には、艶がなくて、緑色、円はわずかに裏側に巻くようになりがち。ソーラスは小葉に一つずつ付く。葉の先端が裏側に巻いて、偽方膜となるが、見かけではほぼ円形になっている。山間部の岩の側面に生育する。根茎は岩に張り付き、葉をのなめ下に垂らすように伸ばす。生育場所は、 ある程度限られており、気質には水が豊富ではないがおそらく霧がかかるような形で湿度が維持される場所に生育する。乾燥時にはコバが両側から丸くなるのが見られる。本州、四国、九州に分布し、国外では朝鮮南部、中国、台湾から知られる。名前は箱根市田で江戸中期にケンプファーが、 神奈川県箱根山で採集して報告したことによる。別名を箱根総とも、宝来市田に似て鑑賞価値は高い。しかし栽培は難しい。ありがとうございます。